どうも、豆さしろです、キビン。どうも、きつね大津です。お土産紹介のコーナー。よいしょ。北海道は、富良野のお土産、ラベンダーキャラメル。あー、知ってますわ、これ。あ、知ってるんですか、はい、食べたこともあります。え？お前を驚かすためみたいな感じでやってきた。食べたことあんのかい、はい、昔っすね、これ結構食べたのは。あ、そうですか、はい、どうでした味は。まあ、あんま覚えてないくらいの感じ、はい、いただきます。うん、美味しくないですね。うん、ちょっと遠いけど、あ、そうですね、なんか酸っぱいですね。酸っぱいっすか。はい。まあ、美味しくないっすね。あれ、なんすか、なんていうんすか、だから酸っぱいんじゃないですか、これ。だから酸っぱいでしょ、これ。いや、酸っぱいとは思わなかった。だから酸っぱいんじゃないですか、これ。だから酸っぱいんですって。酸っぱいの、うん、酸っぱい、しっかり酸っぱいですよ。ごめん、何やってん、ちょっと。もう絶対から壊すわ。もう賞味期限切れたらよりまずくなって面白いかなと思って、はい、ちょっとやってみたら、はいはい、いや、普通に酸っぱくなってましたね。はい、はい、腐ってました。そうそうそう、だから、はい、笑えないようなものを食べさせちゃったってことだもんね。そうっすよ。はい、ごめんなさい。いや、それはもう、あの、止めてから言ってください。それはもうちょっと止めてから言うやつですよ。あの、いたずらは、あの、本当にやめましょう。、はい、腐ったもの食べるのは本当にダメですからね。食べちゃダメです。ね、なんで暗くなってんすか、ちょっと。なんで暗くなってんの。いや、おかしいでしょ。すごいなんか言われるから。え、すげえ。いやいや、そんな言ってないじゃないですか、別に強いことは。そんな、え、後輩がすごい言ってくるから。いやいや、その嫌でしょ、酸っぱいの、そんな酸っぱいも食わせんじゃねえやつって。ええ、腐ってる。練習して結構見れるようにしてるけども、はい、すごい勢いだった。本当にめっちゃ言ったみたいになるじゃないですか。言ってないですよ、そんな。そんな嫌だなぐらいですよ。いや、自分で編集ずるいわ。じゃ、ずるいっすわ、そんなもん。もう得ないじゃないですか、これ。なんで俺こんな腐ったもん食ってめっちゃ悪口言ったみたいな嫌な印象つけられるんですか、俺。嫌っすよ。というわけでね、はい、皆さん、ね、よかったら、はい、大津にはね、気をつけてます。違う、俺言わないっすよ、その強い人に。というわけで、はい、さようなら。ありました。チャンネル登録よろしく。